管理局4日目ですね。新聞ですね。闇市場取引激増、入国管理の甘さ政府非難。その通りですね。検問所拡大延期、ちょうどいきますと12年11月26日通達来てますね。審査官に次ぐより厳重な審査基準が設けられた。アルストツカ国民に IT 提示を義務付ける。うん、アルストツカは自分の国やったっけ。うん、外国人は入国権に代わり正規の入国許可証を取得し提示しなければならない。1日でそんな変わるんか。今後入国権を審査基準を満たさない。はいはい、次。規則書に書類に関する新たな章が追加された。すべての情報を徹底的に確認せよ。書類に矛盾がある入国希望者はすべて拒否せよ。入国希望者の陳述と関連付けるには録音記録を参照すべし。アルツとツカに栄光あれ。はい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 、まあいけるっしょ。じゃあさらね、まだ6時ですけど行きましょう。すごい並んでるね。はい、次の方。え、おはようございます。はい、入国許可証、有効期限よし。パスポート番号 OK だ。1かな。名前も、名前、あれ、え、あ、逆になってるのか。いいのか。インポール、インポールは、はい、はいやん、オッケー、うん、免許、あ、オッケーオッケー、オッケーっぽいっす。はい、一回しましょう。はい、ありがとうございました。次の方。書類を、はい、2つね。1ヶ月間、パスポート番号用紙、名前、なんかひっくり返ってんのこれ。これもひっくり返ってんのか。顔も OK でしょ。アンテグリアはどこだ。あ、あれ、発行と、あれ、あ、違うじゃん。欧米、あれ、ダメですねこれ。不審検知、ちょっと聞きましょう。これダメですこれ。さあね、これちょっとダメじゃないですか。いや、不許可、告知、ほい、さよなら。はい、次の方。書類、うん、観光か、あ、入国券ダメですね。ちょっともう効率重視。はいはいはい、バカな、あ、まあいい、起きそうなんで。次、ようこそアルストスカへ。え、来ない。次の方。はい、書類を、はい、2つね。ただの観光です。半月滞在、旅券番号よし。ん、あれ、名前違うな。名前違くない。聞いておきましょう。複数の名前があるんです。指紋取れるの。あ、渡しましょう。はい、登録なし。ん、別名登録なしな。これ嘘ってことね。じゃあってことはダメです。もうこういうのね、ダメですよ。はい、これも返しましょう。
次の方はよ来て。あ、もう昼になっちゃった。書類を、はい、2つね、はい、2つ。国境相手とても嬉しいよ。無責任に会いに行くんだ。6年も半年間ね。はいはい。あれ期限切れてない？入国許可書の期限切れてるよね。一応聞いときましょうか。今日のね、日付と不審検知。おい、質問。何が通して息子が待ってるんだ。んー、ちょっとそれダメっすね。はい。はい。渡しましょう。さよなら。本当はあんまりいい。あ、ストップ。行政暴力なし。ダメダメ。二つね。わかります。就労。よし、ん？いいのか。名前 OK、顔 OK。よし、これは許可ですね。年も OK。はい。渡しましょう。はい。許可です。次の方。あれ。ダメなの？厳しいですね。二つね、書類いただきます。あ、ここも見ないといけないのか。厳しいですね。PF。え、名前ちゃうし。名前が違いますね。ほい。不審検知。質問。さっきも言ってたじゃん。さっきもじゃん。ちょっと、ほい。ほい。ちょっと指紋取って。別名登録なし。ほい。なんでこれも嘘なんで。許可。おい、おい、え、ダメです。え、次の方。なんかちょっと分かってきたな。あ、昨日のおっちゃんじゃん。またあったな。なんか見たこと、ここを押して不許可を押そうんかな。これ、触れ。スタバさんか。ちょっとじゃあ不許可をしましょうか。はい、ごめんなさいね。 OKOK ダメですよ。はい、え、これ、え、ない、ない、あれ、あ、いや、パスポートいるで。パスポート、ちょっとパスポート、はい、パスポート、ちょちょちょ、これ出さないといけないのか。え、これの、あ、パスポート必須だから、パスポートちょっとね、出して。違う、あ、不審検知、 OKOKOK。 パスポートないです。パスポートって何ですか。世界共通語じゃないのかな。入国拒否、仮ビザ伝票、拒否時のみしよう。なんか持ってない、待ってなかったのもダメだったでしょ。はい、さよなら。あ、もう6時来ちゃった。ダメ。いい、プラマイゼロ、やばいな。給料安いな。じゃあ今日、じゃあ4日目終わりです。トントンか。じゃあ眠ります。さよなら。